ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日は何の映画紹介するの？今日は日本の心霊スポットを題材にした人気ホラー映画の続編を紹介します。本日紹介する映画はこちら、牛首村。日本中を震撼させた犬鳴村、樹海村に続く清水崇監督が手掛ける恐怖の村シリーズ第3弾。簡単なストーリーは、ある心霊動画に映った自分そっくりの女子高生。動画の中の女子高生は牛首マスクを無理やり被せられ、廃墟に閉じ込められるが、映像はそこで途切れていた。言い知れない胸騒ぎと不安に駆られた物語の主人公カノンは、動画の撮影地である北陸地方ではよく知られた実在の心霊スポットに向かう。そこで彼女は牛首村と呼ばれるおぞましい場所の狂気と恐怖に襲われる。果たしてカノンの運命は？ってストーリー。この作品の注目は、なんといっても映画初出演にして初主演という快挙を成し遂げた木村拓哉と工藤静香の娘、光希。しかも一人二役に挑んでるんだよね。演技力は大丈夫なのかな？それが心配だが霊夢よ。我々一般人と違い、産声と同時にスターとしての人生の勝ち組が確定された彼女のことだ。親の七光で主演に抜擢されたんじゃなく、オーディションの結果、実力で抜擢されたんだぞ。って、我々を満足させてくれる演技力を見せてくれるはずだ。じゃあ今後の若手女優界の注目株、光希の演技に注目して見に行った牛首村のぶっちゃけ感想は？牛首村のぶっちゃけ感想は、この村シリーズに関しては何も考えるな。感じろ。まさかの体感映画。そう、ぶっちゃけ新作映画を見に行くんじゃなく、清水崇ワールドを体感しに行ったと思ったらいいよ。完全にお化け屋敷みたいなアトラクション感覚じゃねえか。ネタバレすると呪われそうだからネタバレなしで話進めるけど、展開的に過去作と何の変わり映えないんだ。それ、ほとんどネタバレしてるのと一緒じゃん。ただこの映画の良かった点は、犬鳴村、樹海村、と違って、田舎の村に伝わる双子に対する言い伝えなど、田舎独特の風習という不気味さというのをうまく演出してるんだ。確かに双子しか持ち得ない特殊な能力って、全てが解明されてないもんね。それは話を聞いてるだけでワクワクするねー。それに過去作見た人ならおなじみの、オープニングの、アッキーな、生配信や、犬鳴村で登場したあるキャラもサプライズ登場するんだ。だからそのあたりは清水崇ワールドファンを喜ばせる演出をしてくれてるよ。でもマリサ、肝心な光希の演技はどうだったの？いくらストーリーが良くても主役の演技力が地味だと面白みが薄れるんだけど。光希の演技、やっぱり最初はキムタクに顔似てるところあるなーって感じで見てたんだけど、ストーリーが進むにつれ、新人離れした初演技とは思えないほどの存在感で、主役という大役を違和感なく演じていているんだ。これから女優の道進むなら、注目したい女優さんですね。親のバックボーンもあるし、すぐに民放ドラマの主役に選ばれるかもね。酷評するところはあるの？もちろんあるよ。じゃあここから酷評タイム入ります。ねえ霊夢、ホラー映画だけの醍醐味ってなんだと思う？ホラー映画の醍醐味？そりゃ、背筋がゾクゾクってする恐怖シーンでしょう。そう？今回はそのホラーとしての怖さが、犬鳴村、や、樹海村、と比べると劣るんだ。なんでだろう。制作側の意図として、溶血サラブレット新人女優光希の露出を少しでも増やそうとするから光希の PV みたいな映画になるんじゃないか。そんな不安点を公開前から予想している人もいたけど、それが的中した感じなんだ。やっぱりそこは大人の事情もあるんだね。でも光希自身、顔とスタイルもいいから青春恋愛映画とか出ても面白いと思うよ。じゃあ光希の演技が想像以上に良かった牛首村の5段階評価は？牛首村の5段階評価は星2つです。絶賛するほどの映画ではないんだね。物語としての総評として前半部分は面白いんだけど、後半は失速して退屈になるんだ。でもそれは過去に作品も同じ展開だから、心霊スポットとかに興味がある人は見に行っても後悔しないと思います。それじゃあ本日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。